こちらがようやくデビューになるダンクルシリーズ最大の大きさ、メガロダンクルになります。これはですね、まあ、もともとダンクルシリーズインパクトを上げることで、バスにバイトさせるというそのインパクト重視系のスイムベイト、ビジュアルよりもルアーのアクションとしての強さを最大限に求めたスイムベイトのシリーズになります。でその中でこの9インチっていうのは、まあ、7インチがデビューした直後ぐらいにはすでに存在していて、で、もともとそのアピール力を上げるハイインパクトなスイムベイトを作るっていうところで、やっぱり9インチっていうこの最大サイズはなくてはならない存在でした。で、開発が進んで、1年半から2年ぐらい前ですかね、ようやく、取材でも使えるレベルにまで性能が上がってきて、そこからさらに細かいところをブラッシュアップして現在に至る、ようやくデビューというタイミングに差し掛かってるんですが、実際にこのダンクルシリーズ、サイズ的な使い分けとしては、まず一つでかい餌にそのルアーのシルエットを合わせる、まあジャストサイズに持っていくっていう考え方が一つ、もう一つは、まあ、濁り、流れ、ローライト、まあ、そういったバスがルアーを見つけにくい状況でルアーのサイズ感を上げることでバスに見つけさせやすくなると、そういった考え方で、最後がダンクルシリーズの特徴でもある、まあ、背張りにしたり腹張りにしたり、まあ、ウエイトをいろんな場所につけることができたり、まあ、そういったそのレンジだったりカバーに対するトレースのやりやすさだったりっていうアレンジが多彩であることで、それでバスのテリトリーにルアーを入れていく、この場合より危険な、インパクトを与えるためのサイズ感というところで、この9インチっていうサイズが一番マックスな、アピールポイントになると思います。実際に、実調で使っていくシーンとしては、例えば中層を引いてきて中層のカバーにコンタクトさせる、まあ、そういった使い方が、一つで、ウエイトを背負わせることによってボトムをゴン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 叩いてくるような使い方が一つで、自重約 130g です。だいたいエクストラヘビーっていう表記の、ロッド、まあ、これ以上のものを使っていただくと非常に投げやすいルアーになってます。ラインはですね、だいたい20から24ポンド30ポンドといったフロロの強いところを使ってあげて、ダンクルシリーズローテーションしていく中で一発、まあ、ここぞっていうスポットにぶち込んだりとか、でかい魚が欲しいな、広範囲の中から魚を引っ張ってきたいなっていう時に、ローテーションの最大の、パワーとしての一角にしてもらったら、よりビッグフィッシュに近づいた釣りができると思います。ダンクル9インチ、うわー、これはえぐい、すごいコンディション、これ9じゃないと反応せえへん魚。